はい、僕、今回また Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、こう砂漠の街 で、なんかその覚悟を決めたって感じかな。そのプエルトロボスに行きましょう、みたいな。もう警察も結構近づいてきてるから、あんたちはもう出ないといけないわ、っつってお母さんに言われてさ。じゃあ出るしかねえ、ということになったのと、あとここにいますね。名前なんだっけ？デイビッドか。デイビッドから、まあ、いろいろ話があって。そう。で、いろいろもらったのよ、ものを。あるかな？ねえわ。もらったなんか盗聴器みたいなやつ。これ。今持ってるでしょ、これ。右上。そう。これだから警察の場所を把握しろみたいな。L3 のカメラ聞こえる。いいよ、別にいいよ、今更。準今備は更。できてる。え、そろそでろも出話し発ていしこう、ないせっとかくな。なら。今日出るんですよ、ああ、僕っショて。こんにちー。は。ああ。話していこう。これ選んでよかった。話そうさぜ。よならを言いに来たそうよ。そうそうそ今日出発するから。おいおい、嘘だろ？う。嘘じゃないんだよ。何かあったのか？タスいタイミング一や、緒だな。でももう行かないといけないんだ。そうか。あ、天狗のタトゥー持ってんもっじゃといられたらよかったのにな。ん。話しててよかった。みんなにとって危険なんだよ。でも、俺らがいたら危険なんだ。そうだ。みんなにとってさ。危険なのは慣れっこだよ。そうだ、みんなでかくまってやろあら。それは無理かな。警察も本気だ。出ていくしかないよ。まあ、殺したと思われてるじからゃあ、な。湿っぽい話はやめておくよ。え？またここで会えるだろうからね。あら。そうだろ？努力します。できればね。ここは思い出の場所だし、努力するよ。友達としてずっと待ってるからな。忘れるなよ。ここ。さて、これくらいにしとこう。別れるのは辛いが、メキシコで2人が楽しくやれることを祈ってる。ありがとう。ああ、まあ、うまくやってくよ。くそ、寂しくなるな。元気かな。いいね。ダニエルのことも頼んだよ。ちょっ達者で、と、なんか、ビーチの絵はがき送ってくれよ。めっちゃバイブレーションしてんだけど いや、ちょっとなんかな、ジメジメするわ。まったく、2人が出ていくなんて納得できないよ。話すの早えあよ。まりに理不尽なんかちだ。ょっとなんか、うさんダくニエせえルがようわ。やく母親に会えたっていう聞こうのか、でに。も。なんだって永遠には続かないさ。どう二人か、の幸運を祈る。警察が俺たちを探しに来ませんように。なんか寂しいな。いいやつっぽいやつしかいなかったからな。他の人か、リーダー的存在の人か、あと別れに行くのは。どこいる？ジョアン。最初に思いついたことでいいのよ。ダニエルがちゃんと別れに来てるわ。いや、何やってるんだ。作品の批評会ってとこね。ジョアン。ショーンはどう思う？いや、すごくいいと思います。自分の作った作品には自信を持ってます。常に。すごくいいと思う。はい。思いが伝わってくるよ。そう言ってもらえると嬉ああ、しいわ。ジョアンが作ったの？ありがとう。あなたたちが私にインスピレーションを与えてくれたおかげね。で、二人とももう行くの？ああ、お別れを言いに来た。ありがとう、ショーン。優しい子ね。もちろん、ダニエルも。あなたたちがいてくれて、とっても楽しかった。ジョアン。これはお礼ね。花がくれん本当？の？すげえ。ちょ、ありがとう。ウルフじゃん。僕には何かないの？うっあなたへす。のお礼はオブジェに刻んだ名前よ。え？みんなに見られるわ。そっか、なん木彫かり系じゃ嬉しい。ないの？うっダニエルのす。芸術性を呼び覚ますのに、でもありがちょっとう。と工夫が必要だったの。さすがジョアン。さあ、ハグしましょう。ジョアン。涙がこらえきれなくなる前にお別れしないとなんぞね。おしゃれな言い方。ありがとう、ジョアン。何もかも。
ちゃんと元気でやるのよ。涙出てないもん。あと弟子のこともよろしくね。大丈夫、分かってる。ねえ、もうしばらくここにいていい？ジョアンが良ければ。もちろん、作りたいものもあるし。元気でね。なんか俺だけ別れる、ま、俺だけ別れるみたいになってんじゃん。あ、ショーン、ダニエル、ジョアンかな。寂しくなるよ、ジョアン。そうね、ダニエル、私も寂しくなるわ。あなたと作品を作るのとっても楽しかった。ジョアン、何かを作るために力を使ったの初めてだった。いつもは仕方なく使ってたし。ごめんな、ダニエル。大丈夫よ、きっとまた一緒に作品を作れるわ。行こうか。じゃあ落ち着いたらね。うん、お母さんいるでしょう。メキシコに着けばこんな追いかけっこも。まあ多分そうだよ、アメリカにいるよりは多分多少はね。やっぱお母さん、メキシコでもうまくやっていける。じゃあ話そうぜお母さんと。いや、あら、手伝おうか。でもレベルゲージとフィルターチェックしてただけよ。車好きだったとはな。車好きだなんて知らなかった。お母さんのこと知りに行こうや。ちょっと、こんなのただの基礎整備。あの人みたいにプロじゃないけど、ちょっとそれなりの腕はあるのよ。ここでは必要だからね。ごめん、ほら俺って車のこと興味ないからさ。あの人は自動車整備に命かけてたけど、あなたもそうする必要はない。ああ、いいこと言うね。自分にいてほしかったと思う。夢を見つけてほしがってた。はあ、夢中になれるものを見つけろって言ってたよ。見つけたかったな。これからだよ、ショーン。あの人は素直なありのままのあなたたちを愛してた。きっと誇りに思ってる。彼の故郷に向かうあなたのことも。あ、聞いてみようか。メキシコには行ったことあるの？父さんと二人で。そんな話もしたけど行かなかった。辛い思い出もあるけどいい国だって言ってた。大丈夫か、メキシコ怖くねえか。メキシコのこと知らないし怖いよねえ。ショーン、あなたは今二人分の運命を抱え込んでるんだから不安で当然よ。逃げるのに疲れたんだ、人に迷惑かけることにも。ダニエルの力は人知を超えてるわ。出どころもわからない。でも二人は兄弟でしょ。はい、きっと助け合える。おとんの親はまだ生きてんのかな。まあ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 年でしょう。自信がない、近いは怖い。逃亡生活終わりにしたい。逃げるのはさっさと終わりにして、うん、人生リスタートしたい。できればダニエルはもう子供じゃないわ。はい、大人になるぐらい道がなかった。だからあの子のこと対等に扱ってあげて。はい、気をつけます。きっと助けになるわ。今まで失敗してるから親みたいなこと言うんだな。そんなこと言えねえわ。まあ、どういう感じなんだろうな。親かよなんつってな、母って感じなのかな。まあとりあえず分かってるでいく。分かってる。あなたならきっとできるわ。じゃあ作業に戻るわ。じゃあ出発前に挨拶回りしてくれ。したしたした、ショーン、したよしたよ、ショーン。いやこれ乗って外に出るって言うけど、これお母さん、これでも乗る感じじゃなくない？これ出発した方がいいな。はい、行きます。すいませんでした。おい、ダニエル。うわ、寂しい。出発するぞ。すぐ行くよ、オーバー。お、意外と切り替えてる。ジョン、みんなにお別れ言ってきたのね。ちゃんと言ってきたよ、お母さん。ああ、寂しいな。あ、デイビッド、後押しした方がよかったかな。もう一回行った方がよかったか。残念ながらな。いやー、
ねえ、僕やっぱり寂しい。私もよ、ダニエル。あなたと過ごせて幸せだったわ。二人は私の誇り。これから先もずっとね。助けがいるときは連絡してね。わかった。ありがとう。ハグしてもらえしょう、もう。ジョン、お別れね。え？するだろ、お前。いろいろありがとう。当たり前だろ、お前。それはこっちのセリフ。母さん、ダメだぞ、これも。いつまでも反抗期振るな。喜んでんだぞ、これで、お母さんは。出発するか。当たり前だろ。あ、ごめん、デイビッド言えばよかったかな、追加で。あ、みんな来てくれてる。え、寂しい。別れって寂しいな。こうちゃんとした別れ今までなかったからさ、言っても。ね、無理やり別れたみたいなのが多かったから。こういうちゃんとした別れす、いやー寂しい。いや、こういうちゃんとした別れ寂しいわ。辛いな。ジョアン大人だな。みんなバイバイ。気をつけろダニエル。前にサボテンあったらお前死ぬぞ。まあ、このちゃんとした別れきついな。弱いんだ俺こういうのに。今まではさ、なんか俺もう行くぞみたいな、追われちゃったから仕方なくもう別れる、別れを言う暇もなくね、なんか逃げてきたっていうか別れてきた感じだけど、もうちゃんとした別れきちいわ普通に。そっか、ショーン・ダニエルのためにもあんなに買ってきてたのかな。ショーン・ダニエルの食料のためにもさ、そういうところもあったのかな。量多いなーって突っ込んだけど、前回。思いやりもあったかもしんないな。メキシコに行くって感覚わかんないからな、アメリカから。どうした？もう少しだから。今度こそ。信用していいぞ。そういうんじゃない。じゃあなんだよ。僕たちプエルトロボスでどうするの。確かに行ったことないし、知り合いもいない。ちょっと怖いよな。いつまで暮らすの。おとんとおかんはさ、あれなのかな、元気なのかな。タイトに扱いって言ってたもんな。もう逃げなくていいんだから、好きにすればいいんだよ。でも子供として見ちゃダメなんだな。お金はどうやって稼ぐの。オッケーオッケー。いや、これはもう現実的なこと言うよ。ちゃんと仕事探せよ。すぐ見つかるって。学校にもきっと通わせてやる。でも僕スペイン語喋れないんだよ。あ、そっか。言葉が通じないのにどうやってうまくやっていけばいいの。めっちゃ聞いてくんじゃん。お前みんなに好かれる。教えてやるってこと覚えてるかわかんねえけど。スペイン語ぐらい俺が教えてやるよ。本当に。え、この質問の連続怖いんだけど。嬉しい。あら、よかった。お前なら大丈夫だよ。性格分岐するかな。それもそうだね。こんだけ連投されると不安になるわ。ダニエル、俺だって怖いんだよ。でもきっとやっていける。うん、いや、やっぱでも成長したかもな、ダニエルな。なんか可愛いダニエルからムカつくダニエルになったけど、まあ、こっち来てからというもの、ね、やっぱこう
だいぶ危ねえわ。脇目で済んだ。こんなちょっとやっぱこう人が向けた気するよな、なんかな。言動がちょっとね落ち着いたというか。暇だろうなこれ。バカでかいっしょこの道とか。でかいっていうかバカ長いっしょ多分。で景色変わんねえし。びっくりしたお前。手離してじゃれてるかと思ったけど、あれね、ダニエルが力使って運転してんのね。すげえバイブレーションしてたけどやめてくんないか。ちょっとすげえ。あ、止まった。ダニエルでも体負担とかないのかな。なんかずっとよぎんのよ。やっぱマックスのその能力使ったと同時に鼻血出るみたいな。やっぱ対価がないとさ、なんかあんじゃないの。ハッピーエンドになれば、ハッピーエンドになればいいけどな。ちょっとまだ不安だな。なんたってこれはライフイズストレンジだからな。純粋なハッピーエンドはないだろう。来たんじゃない？あ、来たじゃん。国境の壁。あれ、すごく大きいね。あんなのただのでかいフェンスだ。道を開けてもらおうぜ。バレてんじゃないの、顔とかさ。しかも子供。あ、くっついてんだ。そんな、ショーン、お母さん逮捕されたの、どうして？嫌がらせするためだ。え、聞いてただろう、お前も。何もしてないんだから。だといいけど、なんでみんな僕らをほっといてくれないの？それが罪ってやつさ。あの壁さえ越えたらな。それが罪なんだよ。それが罪を背負うってことなんだ、ダニエル。学べ。え、これ実際あんの？これえぐくね、これ壁。ねえ、え、ショーン、なんでこんな壁建てたのかな。検問とかいないの？そりゃ、国境だからだろ。お、パワー使ってるよ。いや、壊せんのこれ。でも検問。メキシコのお父さんの家って。はいはいはい、なんですか。ボロボロになってるかな。だろうな。だからどうした。それ怖いな。自分たちで直せばちょうどいい暇つぶしになるだろう。そうだね。てかあれかな。僕の力があれば楽勝だよ。お父さんの実家ってか、お父さんが住んでた家なのかな。壊せんのこれ。てっきりなんか検問の人がいるかと思ってたけど。よし、ようやくだな。まあ、ちゃんとした道もあるんだろうな。でも終着点だ。検問がいる。そうだね、早く向こうに行こう。え、怖い。ああ、なんか来そうじゃない。気張るなよ、お前ならできる。まあでもあんだけでかいは持ち上げたからな。でもこれでも次元。でもあのでかいを持ち上げたから相当パワーあるよな。え、どうだ。結構いい勝負じゃないこれ。あって、これきつすぎ。え、ちょっと休んでもいいじゃん。時間ないか。大丈夫、焦るな。そのまま集中。別にちょっとずつ、ちょっとずつで弱くなるほどじゃないか。
ダニエル大丈夫か？大丈夫これ。すげえへこんでる。やべえ。そうやってこじ開けんの？ダニエル大丈夫？なんとか。そうか。よし。深呼吸しろ。よし。そうだ。ゆっくり。え、ハッピーエンドある本当に。俺たちすげえな。浸ってる暇ないって。行こう行こう。もう行くなら行こう。え、てか終わりそう。普通にどっちに転んでも終わりそう。のおかげだ。終わっちゃうの。もう大丈夫だ。ライフイズストレンジ。山場は越えたぞ。連れてきてくれてありがとう。それはこっちのセリフだよ。さあ車に戻ろう。まだ来てないな。はあ、海に泳ぎに行くのが待ちきれないよ。メキシコの海危なそうだけどな。とんでもない生物いいんじゃないの。ビーチまで歩いて行けたらいいな。じゃあフラグやめろ、フラグやめろ。ダニエル、フラグやめよ。ねえ、今ショーン買い物に行くの楽しみ。チョコクリスプ買うんだ。フラグじゃんって。ダニエル、ダニエル、ちょっとおい、しっかりしろ。ダニエル、なーって。くそ、なんでこんな時に。ダニエル、あ、でも警察じゃなくね？おいおい、マディ、子供じゃねえか。離せ、離しやがれ。ダニエル、その子は弟だ。問題ない、弾がかすっただけで。腕を折られたくなかったら動くんじゃないよ。はい、分かったか。何ですか？はい、壁見といて。こいつら仲間を通すために吹き飛ばしたんだ。ダニエル、そういうことだろ。この後お仲間が押し寄せてくる。違う違う違う、違います違います。メキシコに行こうとしてたんだ。それだと一緒じゃない？メキシコに行こうとしてただって。笑える冗談ね。え、国境警備隊ですか？あんたら国境警備隊か。自警団さ、国のために尽くしてるんだ。まあ自警団っぽい。確かに。聞いてくれ、話せば長くなるけど、俺らはただこの国を出たいだけなんだよ。検問所を避けるなんてますます怪しい、ね。まあ、確かにそれも一理ある。全部吐きな。俺らのせいじゃない。違うんだって、あれは俺らのせいじゃない。まあ待って、ちょっとふざけんじゃないよ。雑把すぎるわ。お前らしかいなかったろ。今のとこ誰も来ないみたいだ。とにかくもうおとなしくしな。すぐに国境警備隊に引き渡してあげるから。おい、マディ、こっちの子供を何とかしないと。まだ血が出てる。弟に触るな。なんでなんで、お前らがおったんじゃないの？ほら、動くんじゃない。な、何すんだ。取ってくれ。なあ、頼む。ちょっと、おいおい、こりゃどういうことだ。ねえ、スペンサーはいないの？今日は非番だが、なぜだ。取引してるんだ、あいつに聞けばわかる。知ってるよ、だがそのふざけた取引もここまでだ。おい、マリー、おとなしくしておけ。遠いな、わかんねえな。おい、子供じゃないか。大丈夫、心配しなくていい。黙れ、二人とも署まで来てもらう。え、冗談でしょ。犯罪者を捕まえたのに。うるさいぞ。
黙れて言ったろ。ああ、あいつらがなんか追い込まれてんな。立て。何ですか。そうだ、呼吸を。何ですか、おじさん。大丈夫か。ダニエル。ん、ね、すまないが君はショーン・ディアスか。え、バレとるやないかい。君を逮捕する。これハッピーエンドもある。ハッピーエンドありそう。でもどっちかだよな。現実見せて終わるタイプか、ハッピーエンドもあるパターンか、どっちかだよな。どっち、ライフイズストレンジ、どっち派、どっち派よ。誰？あいつらも捕まってる。こっち見んなよ。はあ？んだてめえ、おい。お前が見てんだろ。はあ？お前のせいで捕まってんだからな、俺たち。邪魔すんじゃねえよ、マジで。お前。リエゴだ。こっちは妻のカーラ。それからお腹の子は聞いてねえよ。アンヘル。アンヘルかも。聞いてないよ。どうも。ああ、俺はショーン。気分はどうだ。それより10歳くらいの男の子を見なかった。弟なんだ。壁の近くで引き離されたんだ。怪我してて医務室に連れてかれたわ。重傷だったら多分病院に連れて行くでしょ。そんな悪い人に見えないけどな。医務室にいるなら大丈夫よ。心配するな、子供には何もしないよ。あ、とかもうトラックの中とかじゃないじゃん。キャンベルの書類が先にあるというこの扉は破れない。そうしたら出られる。こいつら何考えたんだよ。本当だよな、こいつらが絡んできたせいでさ、もろとも食らったぜ、明らかに。いつからいるんだろうね。それになんだよ、すげえ捕まりそうに見えないけどね。なあ、俺らいつまで閉じ込められるのかな。さあ、国境を越えるのは初めてか。最初の時のことを覚えてるよ。砂漠で死にそうになったんだ。え、いつの話。それ、いつ頃の話なの。1年半前。政府は違うけど、メキシコ側の国境でも同じ問題が起きてる。あ、もう3回目だよ。国境を越えようとした人たちが捕まってんのか。国境を越えようとするのはなぜそこまでするんですか。そこまでしてこんなアメリカなんかに。他の連中と同じ理由さ。政情不安と貧困、ひどいもんだ。メキシコはどこもかしこも暴力だ。どういうこと。暮らしてられないわ。俺の兄貴がギャングに誘拐されて殺されたから。メキシコ側の人間か。そりゃできることなら。じゃあこいつら、俺たちだって村で暮らしていたかったけど。大変なんだな。この国はいい暮らしを、いい人生を送ってもらいたい。逆にこの夫婦はあれだ、アメリカに来たい人たちなんだな。あ、だから国境をまとめて捕まえてる場所なんだ、ここは。国境関係の問題を。いや、アメリカは楽園じゃないんですよ、でも。楽園なんかじゃないよ。そうだよ。本当に。いいとこだけ見るとね。アメリカンドリームを夢見てね。そうだよな。でも叶える人は少ない。それでも挑戦しないと。はあ。私たちにも希望を持つ権利くらいはあるはずよ。勇敢だな。
あなたメキシコ人じゃないんでしょ。アメリカ人ってわかる。違うんだよそれが。うん、見た目はそう見えるけど。父さんはメキシコ人だった。だからメキシコに行ってやり直そうと。もうたくさん。はここはアメリカよ。我が物顔で何なんだこいつ。何か問題でも。本当だよな。問題はお前らがこの国に押しかけてること。は働きに来たんだ。盗みもしないし。本当だよ。家を買う気もない。ディエゴ、もう嫌気がさしてんだよ。問題ばっか起こすくせに福祉だけはちゃっかり受けてさ。楽しげえよお前。ヘドが出るっての。問題起こす割合は一緒だよ。あ、この国は移民が作った。深い深い。それは、いや、押したかったんです。まっとうな仕事と子供を育て。そう思ってないだろう。そう、頭の中で整理してるときに言わないだろう。しょ、深いとか言わないだろう。考えるのに止まれよ。時が望みはたったそれだけ。お前らはいつもそういう。なんだけど事実はそうじゃない。上から見やがったこの女。妄想です。お前の言う事実は妄想だ。そうだ。うるさいよ。国境を無視してこの国を荒らしやがって。な、国民が自分の国の主権を守るのは当然よ。過激派は荒らしてんだ。石破って。あ、だからって俺たちを。本当だよな。みたいに狩るのか。そうするしかない。子供の安全を守るためならね。だこいつ。家族を愛してるのは同じ私たちだって。アメリカの悪いとこ出てんぞ。主権を犯してまで砂漠を何百キロも歩かない。なあ、子供のためにやってるの。大変だったよな。母親なら理解できるでしょ。はあ、その腹の中の寄生虫と。おいおいおい、私の家族を一緒にしないでもらいたいね。待遇が過ぎるぞお前。なんて言った。ね、これだから。落ち着けよ。メキシコに帰るな。自分が不利になるだけだぞ。大人すぎるだろう。その通りよ。こんなのどんな風に思われようがお前らを見逃すつもりはないからね。なんだこの女。そっちも檻の中だろ。なんだこの女マジで。うぜえな。もうおっさん割とまあまあ話分かりそうだけど。なんであたしらまで。顔なじみでしょ。手伝ってやってんのにさ。おっさん大変だろう。黙秘権ってのがあるんだ。しっかり活用しろ。わかったよディアス。はい、来い。あの弟は。心配はいらない。向こうを向け。手を背中に回せ。はい、はい、大丈夫です。これはアメリカのいい人だよな多分な。これアメリカの悪い部分が出てる女がいるからさ、アメリカのイメージ下がるんだろう。さあ行くぞ。ほんとこれやめてほしい。国のイメージ避けるから。日本もそうだよな。結局悪いやつがすごいやっぱイメージ悪くしてんだよな。気をつけないとな、これ。ほんとに。自分で歩きますから、押さえてください、ちょっと。よろしい。やめてください、ちょっと。弟は弾がかすったにしては元気そうだ。出血も。肌荒れすぎでしょ、お前。したことない。めっちゃ肌荒れてんじゃん。今は医務室で治療を受けてる。腕大丈夫か？コーヒーはいるか？え？もらうよ。よし。すぐ戻る。ちょっと切り悪いんだよな、おっさん。おっさん、ちょっと切り。ダニエルは無事か。しかも、おっさん、切り悪い。ここだってギリセーブされてんじゃないかな。なんか、切り良くない？切りいいよな、多分これ。エリア移動してるし。とりあえず、ここで一旦切るわ。まあ、次回、まあ別に、ちょっと前で戻ろうと、やり直すから。はい。じゃあ、あ、出した。